董卓が築城した要塞が絶対防御すぎてやばい。美城とは何？三国志を代表する暴君董卓。一見すると実力を過信して呂布に切られたうっかりな人に見えますが、本当は自分が恨まれていることはよく把握し、猜疑心と用心深さがあったようです。そんな董卓が万が一に備えて築城した要塞、それが美城でした。長安から西に250里に存在した美城。伝承によれば美城の城壁の高さと厚さは長安と同じ7畳ありました。現在の単位なら21メートルということになります。この高くて厚い城壁の内側に董卓は一族のための食料30年分を積み込み、天下から集めた金銀珍宝がうなるほどにあったそうです。董卓、おが、オラが天下を取れたら長安に君臨すればいいし、もしダメでもここにこもってれば寿命は全うできるずら。董卓はここを万歳湯と称しておがおが笑っていたようです。でも確か同じようなことを北で高孫さんもしていたような。自分勝手な暴君は行動パターンも似てくるようです。董卓、宮廷で呂布に殺され、美城は無意味に。万が一のために富と時間を傾けて作り上げた美城ですが、皮肉なことに董卓がここにこもるチャンスはありませんでした。味方と思っていた部下の王院と呂布が内通し、検定の病気回復の祝いで宮廷にのこのこやってきた董卓を刺殺してしまったからです。政権を握った王院と呂布は董卓の残党がこもるのを恐れ、美城を破壊してしまいます。しかし土台までは破壊したわけではないようで、美城自体は北魏の時代まで砦として使用されたようです。美城は21世紀に再発見される。董卓の野望が詰まった美城万歳湯は北魏の時代以後廃墟になり消滅してしまいますが、21世紀に入り高速道路拡張工事でかつて美城が存在した行城村から竜光村周辺の土を収容し、掘り進めていく過程で再発見されました。周辺の土地からは大規模な瓦を焼くための施設跡や陶器のかけら、青銅器の破片、おびただしい数の国製の髪飾りや矢じりなどが出土しました。発掘品には前後漢時代の特徴が発見され、歴史資料から位置を割り出した結果、この遺跡が美城であることが確認されたのです。面積は小さいが防御砦として優れていた美城。美城の面積は 25,600 平方メートル以上で、従来の県の大きさに比較すると240分の1、1400分の1にしかなりません。それは美城が董卓の身内と防御する兵力だけで構成されていた一つの証拠になるでしょう。ただその防御設備は本格的で、敵台という見張り台や閣楼を備え、馬面という東西南北の角に突き出した四角形の台座もあります。馬面は城壁をよじ登る敵を突き落とすための工夫であるようです。小さいのは最低限の人数で長期間こもるためであり、実際に籠城したら陥落させるのには長い時間がかかったかもしれません。皇帝気取りの董卓は美城から地道を走らせていた。董卓は美城と長安を頻繁に往来していた関係から、美雨から長安まで董卓専用の道路地道を開通させていました。それは美城嶺と呼ばれ、土を盛り固めた道路で高さ 3-4 メートル、底の広さは21メートル、頂上の広さは14メートルあります。一般に地道は天子専用の道路ですから、ここに董卓のおごりが見えます。董卓は最後まで検定を排除しませんでしたが、実質上は天子気取りで皇帝しか使えない仕様の馬車を乗り回していたりしたので、この地道も地道と呼ばなかったとしても天子のつもりで使用していたのではないかと推測します。三国志ライター川嘘の独り言。このように董卓は用心深かったのですが、生きていく上では自分以外のすべての人間を信用しないというわけにはいきません。董卓も最後は妻が止めるのも聞かず、のこのこ宮中に散大し、ボディーガードとして信頼していた呂布に撃たれました。結局防勢を敷いて自分以外のすべてを従えているように見えても、人心を得ていないなら堅牢な要塞を作っても決して安全ではないと董卓の万歳湯は教えているのかもしれません。